本当にお姉さんで、みんなのことを可愛く見てる、で、あつなりの彼女っていう感じでした。それがでも自分にはないものがたくさんあって、秋には難しかったです、結構。はい、高菜チャーハンでいいやろ。はい、はい、ありがとうな。ちょうどいい、塩加減がうまいやろ。高菜ちゃんうまいやろ。夏なり、いい加減仕事探さんね。この人お客さん初日に殴って首を、今無職やもんね。紐よ紐。明日ファミレスのナースって行くやろ。ファミレスってお前。俺はファミレス王になるって。いい点座って食べれ。ごちそうさまでした。くそ。はい、グレた。はい、すぐグレた。すぐグレた。ガソリンスタンドでガソリンを入れてっていうシーンがあるんですけど、そのお願いしますっていうところがすごい可愛くて、多分あれ結構忘れられないです。はい、友情で泣けるし笑えるところもたくさんあると思うので、熱いですし、そこを皆さんに見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。だけ私反応せんやったんよ。でもこんなことなるぐらいやったら無理やり引退させとけばよかった。「またチーム作らん？」は？デメキン、デメキンが映るけん。デメキン野郎、誰がデメキンじゃ。二代目福岡連合総長。はい。本当に福岡一のチーム作れる気がするよ。あともうちょっとであいつとの夢が叶うけ。お前らみたいな仲良しごっこが死ぬほど嫌いなんや。絶対手出すなって。何言おうてよ貴様。仲間やろ。お前これからも負けんなよ。負けるか。やるか。麺ぶっといな。やかましいな俺。